子球筋腫とは子宮の菌層に存在する平滑筋細胞由来の良性腫瘍である。生殖年齢の女性のうち20%の割合で発生するが悪性化するのは0.5%以下である。30代以上に後発し45歳までに女性の約70%に発生する。子宮壁を構成する3つの層における存在部位によって粘膜下筋腫より、 筋層内筋腫、小膜下筋腫に分類される。また、子宮頸部の位置にできるものは、頸部筋腫と呼ばれる。半数以上の子宮筋腫が多発性である。子宮筋腫は、エストロゲン依存性良性疾患であるため、閉経後は縮小するので、外科的な処置をしないことが多い。エストロゲン依存性の疾患として、他に、乳腺症、乳がん子宮内膜症、 子宮腺筋症、子宮内膜増殖症、子宮体癌などが知られている。特に子宮内膜症と子宮腺筋症の合併例は多く、月経混乱症の合併を見ることがある。子宮内膜症の合併は約20%である。本症の半数以上が無症候性である。また悪性化も極めて稀であるため特に医学的な介入が必要がないことがほとんどである。 子宮筋腫の症状は存在部位によって決定され大きさに相関しないことが多い。子宮筋腫は悪性化はしないが稀に筋腫か腫瘍か判断しづらい場合がある。超音波検査、MRI、子宮鏡によって観察される。特に MRI による診断が得られる情報が多い。子宮筋腫は基本的には t1y にて低等信号、t2y にて低信号を呈している。子宮筋腫内は血行障害はあるため、筋腫は充血しやすく、ガラス化、濃砲化、石灰化、脂肪変性、エシといった二次性変化を起こすため、様々な信号となることが知られている。主流径が 8cm を超えると、悪性の可能性が出てくる。MRI にて悪性の所見がなく、 主流径が 8cm 以下であり、症状がなく、菌種の増大傾向を認めなければ、6ヶ月ごとの定期検診で十分なことが多い。子宮菌種と子宮腺菌症は治療が異なるため、画像による鑑別が重要である。子宮菌種は高頻度で変性をきたすが、あくまでも T2Y では、境界明瞭な低信号主流である。 どちらも T2Y にて低信号であるが、子宮線筋症では筋層が厚く、前後非対称となることが多く、T2Y で境界不明瞭な低信号域の中に高信号域が見られるのに対して、子宮筋腫は巨大にならない限り全体的な子宮変形は伴わず、境界明瞭な T2Y での低信号域として認められるのが典型的である。 子宮内膜症の合併の有無も参考になる。チョコレート脳法の典型は T1Y にて高信号、T2Y にて低信号か T1Y、T2Y どちらでも高信号となる。T1Y にて高信号となるのはメトヘモグロビンに起因するとされている。T2Y での低信号はシェーディングと呼ばれる。高信号と混在することもあれば全体が低信号となることもある。これは エシブ質による正常の変化である。子宮筋腫のよく見られる変性のパターンを示す。T2Y にて低信号を示す筋腫としては変性の少ない状態、ヒアリン変性、石灰化が重要である。T2Y にて高信号を呈する変性としては、不腫、粘液性変性、濃胞変性、赤色変性、セルラーリーノミューマ、リッポライミューマが知られている。その他、 重要な所見としては、シグナルボイドなどが挙げられる。ありがとうございます。